こんばんは、戦国どうでしょうでございます。コロナウイルス COVID-19 が世界でね大流行しております。2月28日現在で約8万人の方々が感染しておられるということなんですが、歴史で見てね、パンデミックってなんかなかったっけと思って、一つねありましたよ、すごいのが、というのをね今日お伝えしたいなと思います。今回のこのコロナウイルスもびっくりのパンデミックでございます。今回お伝えしたいのは江戸時代に起こりましたコレラの感染でございます。世界的にね大流行したっていうのもあるんですが、これがね日本に入ってきて猛威を振るうことになるわけなんですね。日本ではだいたい3回コレラが流行っております。まず最初の発生でございますが、文政5年のことでございます。朝鮮または琉球からコレラウイルスが流入をし、西日本で大流行することになるわけなんですね。そして2回目でございます。2回目は安政5年から3年間にわたって流行をしました。東海道を襲ってだんだんね江戸に迫ってきて、最終的には江戸に入って江戸で大流行すると。資料によっては江戸でだいたい3万人ぐらいの死者が出たというような資料もあります。そして3回目でございます。3回目は文久2年に、流行ったコレラでございます。この時は麻疹とコレラのダブルパンチでございます。麻疹は京都では6月下旬に流行り、江戸では7月上旬に流行ります。そしてコレラなんですが、京都では8月中旬に、江戸では8月上旬に流行ると。つまり麻疹とコレラが入れ替わるというね、もう悲惨な状況でございます。これらによって安政5年の時のコレラの大流行の時の数倍の死者が出たと言われております。その数全国で約56万人。56万人ってどれぐらいの数なんだろうなと思って調べてみたんですが、現在の大体鳥取県の人口に匹敵するだけの人数でございます。つまり鳥取県の人口がごっそりいなくなったというね、それだけのね大流行でございました。ちなみにドラマでもありましたジンですね、あの時のコレラの大流行というのはこの文久2年のコレラの大流行の時のお話でございます。ただね、この時江戸時代なんですが、関所がありましたよね。この関所によって人の動きを抑制したことによって、ある程度ね進出が妨げられたというような意見もございます。最初のね文政5年のコレラと、あと安政5年のコレラに関しては箱根の関所でね人の動きを抑制したために江戸には入ってなかったなんていうね資料もあるぐらいでございます。ただですね、これ明治時代に入って関所が廃止されたことによって年間 2,3 万人の死者が出る、大流行になってしまうわけなんですね。やっぱり関所の効果って大きいんですね。人がこうね菌を持ったまま移動するのを防げるっていうのもあったみたいでございます。ちなみにこのコレラなんですが、日本ではコロリという妖怪に例えられております。こんな感じのね、ちょっと写真出しましょう、画像出しましょうか。はい、こんな感じでございます。このコロリという妖怪に関してが、これがコレラの根源と言われる妖怪でございます。コレラの感染が確認された家の付近に出現したと言われております。このね目撃されたコロリなんですが、焚き火で叩き殺して、なおかつ火で炙って中身をね炙って食べてしまったというね話も出てきたぐらいでございます。妖怪をね食べるっていうのはね、どんな味がするんでしょうね。